わふわ気分のなおです。今回はラブライブののんたんのコスプレをしました。タクコス動画はいつもは背景にクロマキーの布を設置して撮影をして編集で背景を合成してたんですけど、今回はクロマキーの布は使用しないでタクコスしてみた番外編としてお送りします。はい、突然ですけどのんたんといえばタロット占いですね。はい、タロットカードでね、こういうね東條のぞみのタロットカードなる、まあ、小道具があります。はい、で今回はねこの小道具のタロットカードの、まあ、ちょっとしたレビュー と、あとまあちょっとした、まあ、占いのやり方についてお話をしたいと思います。はい、でこのカードは、ネットショッピングで、まあ、1600円くらいで売ってました。はい、でね、今 Amazon でもね、まあ、1800円くらいで売られてます。はい、でね、でこのカード、ね、なんですけどね、でこのようにね表面の模様も、のんたんが使ってるのと、まあ、同じ柄になっていますね。まあ、忠実に、再現されています。はい、でね、でこれね裏面もね、まあ、普通のね、まあ、あのタロットカードの、まあ、絵になってますので、これでね普通にタロット占いをすることもできます。はい、カードもね撮影の小道具でね、まあ、使うぐらいで買ったんですけど、まあ、せっかくね、まあ、買ったのでねちょっと、まあ、簡単なねタロット占いもう最近ちょっと覚えてみました。はい、はい、はい、では、まあ、簡単な、まあ、タロットカードの占いのやり方を、お送りしたいと思います。はい、で本当はね、まあ、タロットカードっていうのは大アルカナ22枚と小アルカナ56枚合わせて78枚のカードで、まあ、占うんですけど、まあ、このね大アルカナ22枚の組み合わせだけでも占いは、まあ、できるので、まあ、そのまあ本当に簡単なやり方をやってみたいと思います。で本当にね、まあ、真剣にねタロットカードのやり方を覚えたい知りたい方はね、YouTube でねタロットカードの占いの動画はいっぱいあるのでそっちを見てもらった方がいいと思いますけど、はい、まあね簡単な占い方、まあ、これもね、まあ、2、3日前にねネットで調べて、まあ、付け焼き刃的にまあ覚えた、まあ、やり方ではあるんですけど、まあね、せっかくなので、はい、タロット占いをする場合は本当はテーブルにクロスを引いたりヒーリング的な BGM を流したりした方がいいっていう風には言ってましたけど、今回はまあタロットカードの簡単な占い方の説明になるのでちょっとそういった部分はちょっと省いていきます。あとタロットカードはね、裏面の絵がありまして、でそれぞれ22枚の絵にはまあ意味を持っていまして、であとでこのカードの向きですね、上向きかこの逆さ向きかで、まあ、意味が変わってきたりするんですけど、それはねまあ一枚一枚ね、説明してるとまあ結構時間かかるので、今回はねその絵の意味などについてはここでは割愛します。はい、じゃあまず簡単なね、まあ、占い方としてはまずタロットに今日一日の運勢とかそういう質問したいことを念じながら、まあ、シャッフルですね、こう、まあ、まあこういう感じでね、まあちょっとねぶっつけ的にやってるのもあるんで、まあちょっとね動きがぎこちないとこあると思いますけどご了承ください。まあのんたんだったらね、まあ、普通にタロット占いが、まあ、できるんですけど、まあ、私はね、まあ、のんたんのコスプレをしているだけのね女装したおっさんなんでねはい、はい、でこれ一通り、まあ、シャッフルしましたら、まあ、束ねまして、まあ、適当にこう切っていきますね。
でカードをまあ均等にまあ3つに分けて、でそれを1つに束ねて、で一番上のカードをめくるといったまあ感じにやります。であとはこうカードを、はい、であとはね、あともう一つの、まあ、やり方は、このようにカードを横並びにして、その中から、まあ、直感的に感じたカードを1枚選んでこうめくるっていうやり方があります。はい、はい、まあ、今回はね、タクコスしてみたの番外編としてお送りしました。はい、よかったと思いましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとよかったらコメントもいただければと思います。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。